皆さんこんにちは、ポンポムゆうりです。あのですねまあ私ちょっとしばらく体調を崩してまして、私風邪ひいたというか自分で分かんなくてバカなんですよね体調不良がね結構重症になってからじゃない気づかないんですよ。なんか最近ずっと寝ても眠いなって思ってて、2、3日くらいずっと寝込んでて、もうずっと寝てたから1日に1食とかしか食べてなくて、で昨日夜起きたらものすごい吐き気で、なんかでも胃に何も入ってないから吐くものがなくて、そういうわけでね体調不良だったわけですよ。なんかまあ病は気からみたいな感じで言うので、まあ治ったってことにしてるんですよまあ若干ちょっと気持ち悪さはあるんですけど、昨日ほど吐き気とかもないし、まあ、治ってるんですよね多分。で今日車走らせてちょっとコンビニとかスーパーとか寄って、ご飯とかをねちょっと買いに行こうと思って、でですよ、そしたらその昨日一昨日くらいに瀬戸康史さんがティーグルトっていう紅茶とあとポッキーのねミディ味、あれを一緒に食べるとチーズケーキの味がするっていうのをね動画でやったので、じゃあ次のネタこれやろうと思ってコンビニ行ったわけですよ。そしたらまあねティーグルトはあったで、ね、いくら探してもポッキーがない、ポッキーがなかった、私は何をちまよったか、こちらベイクドチーズを買ってまいりました。これ好きなんだよね普通に。でまあティーグルトとそのポッキーを食べればチーズケーキの味になるって言ったから、もうベイクドチーズケーキ買うしかないなと思って買ってきました。もう本当に何やってんだろうねとりあえずねこの紅茶ゴゴティーの恋のティーグルトっていうのをね飲んでみようかなと思います。でねここにねポッキー恋のコラボ、ポッキーと恋のコラボ、一緒に味わうスイートな出会い、ゴゴの紅茶と、まあ、ポッキーのねこの恋レモン味っていう恋のレモン味っていうやつを一緒に食べると、この食べ合わせのね法則でこのレアチーズケーキの味がするよっていうのをやってたんですよね。私もやりたかった。とりあえずねこれ飲もうと思います。これね聞くとこによるとそんな美味しくないっていう噂をちらほら聞くんですけど、ちょっと一回ね、まあ私がねどんなものかと飲んでみたいと思います。いただきます。なるほどなるほど、すごいコメントしにくい味ですね。一瞬ほんわりとキャラメルの匂いというかキャラメルの風味がするんだけど、まあヨーグルトみたいな紅茶みたいなティーグルトあーみたいな、そういう感じの味。まあ多分好きな人は好きだろうと思う。私はでもあんまり好きじゃなかったかなって思います。なんかねヨーグルトが来た後にすぐ紅茶の後味がするから、ちょっと紅茶いらないなってなっちゃうそれ言ったら多分元も子もないんですけど、まあ、紅茶ちょっといらないなってなっちゃいますね。恋のポッキーをこのパッケージを一緒にこうやって並べると一つの絵ができるみたいな、読み込む専用のアプリがあって、そのアプリでこのイラストを読み込むといろんな人のねストーリーが見えるっていうことらしいんですけど、まあポッキー売ってなかった。このキリンのゴゴティーのコラボレーションなんですけども、これは2月16日の火曜日からもう発売されてて期間限定で売られてるみたいです。何月何日まで発売とはちょっと書いてないみたいなので、まあ分かる方いたらちょっとコメント欄でね教えていただけると嬉しいなと思います。もう結構ショックだな正直これとそのポッキーを買って本当にねこのこういうチーズケーキ味になるのかみたいなのをやりたかったんですけど、まあなかったよね